東北楽天ゴールデンイーグルス対埼玉西武ライオンズの今シーズン最終戦、優勝したイーグルスが唯一負け越している相手を迎えているだけに負けられない試合となります。そんな試合の先発を託されたのが今日一軍再登録された宮川。宮川は初回ピンチとなりますが、浅村秋山を打ち取って初回をゼロ、自力でのクライマックスシリーズ進出を狙うライオンズの攻撃の目をつぎます。対してそのライオンズの先発は岸、初回ワンアウトランナー一塁とランナーを背負いますが、ピンチをダブルプレーに仕留めて岸は無難な滑り出しを見せます。しかしその岸が2回に得点を許します。ワンアウトながらフルベースとなったところで今日スタメンマスクの岸見で、前回札幌ドームで宮川とバッテリーを組んだ時はホームランを打って宮川の先発初勝利をアシストした石峰が今日は先制点をプレゼント。この犠牲フライで1対0とイーグルスが先制します。しかしその宮川もなかなかピリッとしません。4回にはノーアウト3塁1塁、フォアボール、ワイドピンチ、ヒットと自らピンチを広げてしまって坂田がきっちりとライトへの犠牲フライ、これでライオンズが同点とします。すでにレギュラーシーズンの優勝を決めているイーグルスは5回から2番手、先発としてクライマックスシーズンでの登場も予想される辛島、その辛島が2イニング目となります。6回は見事なピッチング、ワンアウトから中村、そしてツーアウトとなって坂田という一発の魅力を秘めたライオンズの長距離砲を仕留めます。さあ、代わってイーグルスは8回にチャンスを迎えます。ツーアウト3塁1塁、そして球数が130球を超えている岸でしたが、ピンチを気持ちで打ち取ってスリーアウト、回は9回へと移ります。マウンド上には8回から上がっている則本、今シーズン2度目のリリーフでの登板となりますが、中村に第4号ソロアーチを浴びてしまいます。則本、石峰のバッテリーはインコースを見せずに外中心に攻めていたんですが、中村がその球をレフトスタンドへ運んでライオンズが勝ち越し、こうなると9回は涌井、5日間連投、しかしその疲れも感じさせず、涌井がきっちりとイーグルス打線をゼロに抑えました。この瞬間ライオンズは自力で4年連続のクライマックスシリーズ進出決定、ライオンズの3位以上が確定しています。